ゼロツーと何があったんだ。最初は普通だったんだ、ミツル。しかもあいつ笑ってたんですよ、ミツル君。落ち着けって。まだあの子と乗りたいと思ってる。パートナー殺しの噂がもし本当だったら、あと2回一緒に乗ったら死ぬかもしれないんだよ。確かに巨竜は殲滅すべきだが、あの程度の巨竜必要はなかったはずよ。ダーリンさえいればここに用はないよ。他はどうせすぐ全滅しちゃうだろうし。パートナー殺しの噂がもし本当だったら、途中からは僕を殺すつもりで、しかもあいつ笑ってたんですよ。ヒロのやつまた一人で訓練か。それを承知で乗ろうとしてるんだよ、ヒロは。イチゴ、なんで隠れてるんだ俺。あと2回か。ここにいたんだ。近いって。一緒にここを出よう。弱っちい奴らなんかほっといてさ。それとも君もやっぱり僕のこと。巨竜ガキ、コネクト開始。スーツに着替えたところでストレリチアは出さないわよ。僕何にも言ってないけど。さっさと。もう一匹いた。コード00に一緒に来てもらおう。02、あなたには前線に戻ってもらいます。もちろん一人でね。ダーリン、時間切れみたいだ。気づいたんだ。多分俺はただフランクスに乗りたかったんじゃない。俺は君と乗りたかったんだ。僕に乗りたいんだ。それでこそ僕のダーリン。